ダメだ。あー、もう見てると気が狂いそうになるわ。はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日もアニメリアクションしていきたいと思います。今日は裏道お兄さん、こちらの第2話を見ていきたいと思います。先輩後輩ですか。まあ、本当はこのアニメね、見ようかどうしようか迷ったんですけどね、第2話。1話があまりにもこう衝撃的すぎて。まあ、教育番組ママンとトギャザーでね、子供たちとこう触れ合う裏道お兄さん、こちらの、裏側思い現実それをバシバシ突きつけてくるねお話でしたけれども、裏道お兄さん、かなり子供たちにもズバズバ言うんだよね。で、後輩もいて、すごくなんかこう怖いよね。一言で言い表せないわ、この裏道お兄さんというキャラが。かなり病んでますよね。まあ、もともと体操の選手だったのが、それを引退して、お兄さんになったってことですけれども、まあ、社会で働くといろいろあるよね。僕も、まあ、お兄さんになったことはないけれども、こういうね、ママンドトゥギャザーとかの教育番組で、まあ、誰しもさ、やっぱり接客じゃなくても、いろいろいろんな仕事でさ、辛いこと、苦しいこと、思うことってあるじゃない。なんかこう通じるところがあるんだよね、すごくね、重い。だから本当迷ったんだけど、ちょっと希望があったんでね、コメント欄で一応2話見たいと思います。で、これはね、語るアニメじゃないんだよね。リアクション動画だからさ、喋った方がいいんだろうけど、これね、解説できない、解説するアニメじゃない。これはただただ受け入れるアニメ。とりあえずやり過ごすアニメ、現実を。大丈夫かな。もうね、表情筋が持つか心配だわ。ダメだ。1話の時はある程度こう澄んで見えたこの顔がさ、爽やかに見えたこの顔がもう病んでるようにしか見えない。干から見てるもんな、お兄さんはな。え？鼓膜いっちゃったでしょ今。コントなのこれは。これさ、原作あるアニメなんだっけ。アニメでこのシュールさを表すのすごいと思うんだよ。漫画とかならさ、結構画力とかコマの構成とかで結構できることってあるじゃん。アニメ以上に漫画ってこう作り込めるじゃん。だからこうシュール系の漫画とかって成り立つんだけど、それをさ、アニメにしようとすると結構難しいんだよね。なんでこんな真面目に解説してんだろう。それをちゃんとシュールに仕上げてるのはすごいと思うんだわ。作画力と脚本力と声優力。いや、神谷さんがすごいんだよね。まあ、神谷さん本当多才だよね。夏目友人帳みたいなキャラもできるし、化け物語とかさ、有名どころで言うと本当にいろいろシュールなやつもしっとりなのも何でもできるもんね。で、今回これね。で、宮野さんもいい味出してるしね。始まってしまった。何ですかこれは。宇宙ですか。もう何が来ても驚きませんよ僕は。何これ、何これ、何、何なの。オープニングに映ってたやつだよね。
で、あれじゃない、あの恨み町兄さんが前にお絵かきしてたさ、夢に出てくるやつあ、今日もこの夢見てるんだ。来てしまった。わかる、その気持ちはすげえわかる。目覚まし止めるときって憂鬱だよね。起きるときって辛いよね。体を起こすのって嫌だよね。出勤したくないよねございます。ああ、後輩コンビね。一応爽やかなんだね。わかる、すげえわかる。やめてくれよ頑張れそうだけどね、30分1時間で消えるのよ、そのテンションは。ハイテンションってそのくらいしか持たないのよ。その後の7、8時間ってめっちゃ長いのよ。ありますよね。すげえわかる。あ、お姉さん。彼氏はいるけど結婚できない。で、下ネタ好きね。みんな背高いな。うん。あ、無敵モード終わった。終わった。制服に着替えたりするとね、なるよね。その着替えた姿を鏡で見た瞬間とか。うん、そうだね。だけどまあそれはそれで落差がねこんにちは、今日も生きてて偉いいやーもう純粋な目で見れないわ、トギャザーまあもうこの年になって見ることもなくなったけどね。今もやってるのかな、今の放送に影響しない、大丈夫今のお兄さん誰なんだろう。あ、歌とかあるよね。なんでこんなしっとりしてんのこれ教育番組で、隣のセットが映ってしまうのすげえわかる。なんじゃこりゃ。無駄に歌がうまい、さすが水木さん。次の曲あれ歌ってよ、 ABC 体操。シリーズなのなんじゃこりゃいるよね、たまにちっちゃくもね、こんくらいのね、足短いやつね。そういう無茶ぶりねいやいやいや、教育番組に哀愁こういう変なプロデューサーいるんだろうな。で、君のせいって言われるんだろうな、受けなかったら。逆らえない。いや、子供たち死んでるよ、目が多分。あ、おうおうおう、盛り上がってるじゃん。哀愁が半端じゃない消えてなくなってしまいそうもうやだ
拷問だわこのアニメ。もうあのね、顔面笑ってるけど心泣いてます。お、お、なんか気まずそうだぞ。ガチやん。なるほど。そういうこと。今の彼氏か。それで選んでしまったのね。お兄さんたちもダメージ受けてるし。まあ、間違いなく地雷ですわな。いや、あの、俺一人の方がいいわ。俺、あの、職場のロッカーで誰かと出くわしたくない。ジャンプ、え、浦道お兄さんってジャンプなの？え、冗談でしょ？え、こんな夢のないやつジャンプでやらないよね？え？え？え？マジで？あ、自分の放送がかかってる。まあこれが現実だよね。日々頑張ってるんですよ。偉いよ浦道お兄さん。ひろみちお兄さんもいろいろ大変だったのかな。あいうえお体操、体操見てたな。園長先生 A とかやってたな。怒った狼 O とか。野球。うん。はいはいはい、わかったわかった。あ、そうなの。あ、やっぱり本気でやってるんだ。いじってるんだ、イケてるさんを。ミヤの完全楽しんでるやろ。あ、夢で見たやつや。ああ、そういうことね。あんなん書いちゃうから。はい、ディレクターには逆らえません。目上の人ですからね。出てしまった。誰か喋るの。やめろやめろ、その言葉を俺に刺さる。後輩かよ。筋トレ以外にはコーヒーかな。あー、なるほどね。え、お前やんけ。
大丈夫？撮影中断してて。それはない。ごめん、俺あれの合コン経験はあんまない あんまどころかない少年時代はそうだった。そうなんだよね。体力が持たないんだよね。教育番組だね。ちょっと10年くらい早いと思うけどね、子供たちには。そういうのはね、教育されるもんじゃないんだよ。自然と学んでいくものなんだよ。やめてあげて。ああ、なるほど。はいはい、言ってほしいのね。子供たちが嫌って言うからっていう。どう？子供たち的にはこれ。このお兄さんの夢から出てきたキモいキャラクター。言ってくれるじゃん。え？でも。おう。いい子。いい子。大人。お兄さんよりずっと。いるのかな、お兄さんには。人間のお友達。どうしたの？何の話今の？ごめん、分かんなかったわ なんかいいこと言ったの今。のハンドグリップはいつも持ってるんだね。筋トレは欠かさないんだね。やっぱり体操のお兄さんとして。お、日曜日。日曜じゃいいのか。あ、そうかそうか。お兄さんだから。平日だけか。嬉しいよね。嬉しいよね。あ、今日は自由なんだ。時計が9時を指すのうちで見れるんだ、みたいな。あ、これイケてるお兄さんじゃないんだ。あ、いけたじゃねえや、なんだっけ、裏道。おお、にゃんこにあげるのか。現実は厳しいね、にゃんこ、負けるな。かわいい。この人誰だ？
わあ、いい人やんけ。何突然、こんなハートフルな。うわ、なんや。あ、オイルがなくなっちゃった。高い位置から。あ、ちょっと厳しいね。そこまで用意しちゃったらね。あ、ペットなんだ。おお、かわいいワンコ。さゆりさん、かわいいね。懐いてるね。いい子にできる？ふふ。あははは。飼い主さん大好きなんだね、イケてるお兄さん。あの時々出るおにぎりは何なの？オリーブオイル。あっ声かけてくれるんだ、優しい人やな。本当に下ネタ好きやね。うん、漫才見に来てるのか。じゃあ笑ってあげればいいじゃん。あ、後輩。それぞれの休日を描いているのか。あのイケメンとイケてるお兄さん、いいと思うけどな。最初は映ってた人ってあれかな、後輩かな。でもいいね、後輩、こんなうちに来てくれる後輩。うちの職場そんなことなかったな。それぞれこう深入りしなかったな。ああ、読み通りね。いや、自分たちの放送見んでもいいでしょう。そう、ダンベルってつまずくとすごい痛いよね。動かないからさ、形的にもこう下手な棚とかより痛いんだよな。このワントーン上げた声ね。何その表情。今の表情は何なの。裏道お兄さんの優雅な休日。はあ、でこのしっとりしたエンディングがまた。で声優も豪華だし、堀内さんも水木さん、宮野さんに神谷さん。はあ、まあ、それぞれのリアルな休日ね。俺、イケてるお兄さんが良かったかな。休日の過ごし方としてはやっぱりペットもいてさ、一緒に買い出し行って。あるよね、あの、
ある程度食材準備して一番大事なものがないみたいな、ニンニクがないとかオリーブオイルがないとかバターがないとかで、それを放置してとりあえずスーパーに買い物に行くの分かるよ、最寄りのスーパーに鍵と小銭だけ持ってさでちょっと早足で帰ってくるんだよね。盛り上がりも何もないしっとりしたエンディング、エンディングなし、エンディングじゃない予告なし。はい、というわけで今回第2話見ていきましたけれども、まあ1話よりは表情筋はまだなんとかなったわ。うん、1話があまりにも衝撃的すぎたから、あのパンチ強すぎる。2話ちょっと休憩かな、まあ、あのお休みっていうことでね、あの現実というか平日の現実はね、あの少なかったね。まあまあでもよく1話から2話までこんなクオリティ保ってるね。シュールさのクオリティは本当にずっとすごいわ。うん、やっぱりあの声の力がすごいと思います。神谷さんと宮野さんが特にすごいね。うん、あの本気で楽しんでるでしょ。いやで今回もあの仕事あるあるね、あの無敵時間モードとかさあるよね。仕事しているとね、自己防衛本能働くのよね。でそれに気づかないふりをして我々は過ごすわけよ。あ、なんか今日行けそうな気がする。おはようございます、よろしくお願いします。今日も笑顔がいいね、ありがとうございます。今日もいい天気ですよね、頑張りましょうね。いつも元気だね、はい。ダメだ、あーもう見てると気が狂いそうになるわ。はあ、これちょっとあの全部見切れるかは本当に分かりませんが、あの気が向いたらダイソンも見たいと思います。あー、みんなどういう気持ちでこれ見てるんですかね、あの辛くない。はあ、まあ面白かったよ。もうサクッと終わっておきましょう。このもうね、あの喋りまくるとね、もうねダークな文章出てこないから。この辺で終わっとこう。はい、というわけで今日のカズマックスのアニメリアクション、浦道お兄さん第2話、先輩と後輩でございました。まああの浦道お兄さんは遊びに来てくれる後輩がいる分まあいいと思うよ、まだ。うん、僕はそういうのなかったから。はい、というわけでじゃあまた次回お会いしましょう。じゃあね。はあ、もう乾いた笑しか出ないよ。